そうですね、バスケの練習に関してはクランクインの 2,3 ヶ月前ぐらいから、もうバスケ練習の会を、撮影の現場の方から設けていただいていたんで、プロの元プロの半田さんっていうコーチもつけていただいてたんで、その方に教わりながら、やっていたのと、ちょっとキャラクター的なことに関して言うと、原作を読んだ時に僕の役に当たるところはメガネってあだ名で、坊主でメガネをかけてて足だけ速くてバスケは下手っていう、結構キャラ強いんですよ。でも面白いなと思ってて、もう完全にそれでやるつもりでいたんですよね。そしたらでもやっぱなんかちょっとキャラクター変わるかもみたいな、原作からっていうお話を受けて、で結局ルックスに関してはこういう感じだったりとか、まあガラッとちょっと役どころみたいなのが変わったので、そっからはなんか監督とも話し合って、なんで兼務しているのかとか、なんでじゃあ陸上部とバスケ部の二択になってバスケ部を選んだのかみたいなところで、なんかもっとなんだろう、分かりやすいキャラクターみたいなことより、その川久保徹っていうのがどういうことを考えてる、どういう高校生なんだろうってことをちゃんともっと精神的に考えるようにしようって切り替えていろいろ考えてましたね。媒体によってではないですけど、映画っていうのは特になんか内面的なことを2時間しっかり見てもらえるようなものなんで、やっぱりそっちの方が大事なんだなってことをなんか今回作ってる途中でやっぱ思い直したというか、最初でもやっぱりどっちかっていうとキャラクターどうしようかみたいなことをすごい考えてたんですよね。なんかこうやってみんな男の子が並び出てるし、どうやったら差別化できるのかなとか考えてたんですけど、でもやっぱ そこじゃないかなみたいなことを思い直しましたね途中で。バスケ、カンタかな、まさかね、あと体格的な遊戯がっちりしてるし、新居も多分元から多分いいんだろうし。いっぱいありますね。なんかもうやっぱでもニコニコしてる人がもう好きですね。もう一番いるとなんかみんなが機嫌よく過ごせるような雰囲気持ってる女性とか、なんかピリつかせない人が好きです。初期の段階ですか？いいよ、じゃあいろいろ初期は違う。初期映画館とかですね。あ、そうですね、その子の好きな映画を見たい、趣味を知りたい、遊園地ですね。あ、僕もう普通に好きなんですよ、絶叫系。図書館ですね。たくさん喋りたいみたいなタイプじゃないんで僕。あ、そうなの。長い人は長くいる友達とかもそうだし、あれですけど、なんかだから静かに過ごせば。ここ最近で一番好きだったのはワンダーですけど、めちゃくちゃいい映画でしたよ。開始数分ですよ、もう泣くの。ワンダー君は太陽っていうタイトルだったんですけど、そのやっぱ太陽があったら周りにたくさん惑星があって、なんだろう、そこのなんつうんだろう、この子に光をもらってる人たちのなんか切なさとか、そういうとことかのに自分の気持ちのフォーカスが割といって、なんかすごくスーパーヒットでした、自分の中では。建築学とか習ってたんで、あ、建築って面白いなとか、もともとビル好きだったっていうのもあって、それ面白いなとか、あと行動経済学っていうのを受けてて、心理学と経済学をこう合わせたような授業とか受けてて、心理学的なものにすごく興味があったんで、未だにそういう本とかも読むんですけど、メンタリズムとか勉強して、僕はそこまで誰かのように詳しくはできないんですけど、全部考えてること当てるとかはできないけど、やっぱりそういう人からすると、もう全てここで嘘はつけないって言うじゃないですか。そうするとそういう人たちがお芝居見た時って、その人たちから見てもリアリティがあったらすごいなとかやっぱ思う時ありますね。なんかそのためにやっぱ作り物の芝居って、そういう人たちに絶対バレるだろうなとか、本当になんか感じてやってない限りはなんか目の鋭い人には届かないなみたいな、いうふうに思うときありますね。なんだろう、この前なんかその同じ仕事してる友達と喋ってたときに、なんかふとああと思って、こういうことを目標にしなきゃなと思ったのは、例えばじゃあお医者さんやりましたとかいうときに、お医者さんに見えるねじゃなくて、あ、
うちのさ近所のさお医者さんの宮内さんにそっくりなんだよねまで出てくる俳優さんって時々いるじゃないですか。なんかやっぱそこまで行く役者さんってすごいなって思うんですよね。だからなんか自分がやった時に、あ、これあいつに似てんな、俺の友達のなんとかに似てるなってとこまでなんかできたらすごいやっぱ嬉しいなっていうか、目指さないといけないなと思いました。なんかそれって小説だと思いつかないというか、それお芝居ならではの楽しみ方だと思うし。鈴木和弘です、座右の銘は早く行きたければ一人で、遠くへ行きたければみんなでっていう外国の言葉であって、なんか僕は遠いところまで自分の人生使って行ってみたいなと思うので、なんかいろんな人の力を借りながら、なんか最終的にどっか自分が想像もしれなかったようなところまで行ければいいなと思って、これを座右の銘にしています。